タクマ、八幡組とチームラッシュ石川、そして中村君が大健闘ですね。そして中盤グリッドも靴目純一とプレイメーターが2人入ってきました。でも中村君はこの中で走るの初だよね。中村君、もうこれは楽しいんじゃないか。コースアップしてるよ。さあ、一番速いクラス、ツーリングモヤマイクラス、左回り、ファイナル、船に注意してください。それでは行きます。スタート、5秒前。さあ、上の6位ぐらいがそのまま来るかな。さあ、ハヤト、そして沢田兄弟が行く。この人がチームをこの2人行く。さすがに速い。さあ、両手一番チームの方に勝負だと、この後ろチームが狙っている、狙っている。さあ、このチームのお父さんの状況どうだ。冷静にいるのか。逆にチームがちょっと離される感じか。さあ、トップ3。ちょっと以前が抜けている。チームがどうして離された。逆にチームが速いのかという人。チームがトップがいいのかもしれない。さあ、トップ3から4番手離されてきた。翔太は離される。さあ、陣がまた追い詰めてくれた。トップ3。ノコもいい雰囲気、いい雰囲気。そしてノコも横の角度で、モデファイナル、メイン。時間の方が1分経過、1分経過。現在16秒ラインアップしますが、さあ、ここで早くは最速、16秒3になる。陣が離される。さあ、レースの中は次、横のラッシュ、石岡隼人、2番手、インフィニティラッシュ、シン、3番手、インフィニティラッシュ、ジン。さあ、その様子を伺う、さあ、ラッシュした手を押さえます。これによって、また来年その球場が変わってくるのかどうなのか、変わらない。さあ、石川マー君が今、8番ですね。さあ、どうやら深夜は4番手だった。さあ、深夜は4番手に上がっているグリーンのボディ、チームセーブレーシング。さあ、沢田兄弟、さあ、ちょっと1位、2位、3位、ちょっと、高感覚か、健康レッドのマシンがトップ。さあ、残り3分長い、さあ、間もなくトップ。バックマッシュはまず中村君に来たのね。こいつらちょっと思ったより早く来るからね、気をつけてね。さあ、レースありがとう。さあ、この日のスピーチーズチャンピオン紹介だと。さあ、その週も行きます。インフィニティの若手ドライバー、沢田信。JK 行くよ、JK、JK 行くよ、JK 行くよ。JK、サンキュー。さあ、またさ、問題は兄弟対決だぞ。さあ、兄弟がやり合ってると早くは逃げちゃう。さあ、レースリーが早く。さあ、ちょっと離された。シーンが離された。チームが予選から後半早い。さあ、まだ2分15秒ある。2分15秒。さあ、4番手が杉谷、5番手翔太、6番手涼介。さあ、ちょっとトップが一番にいく。石岡隼人、トリプルトラシン。あまりにしたい、抜けるお客さんが横ついていく、調子抜いている。さあ、次が芯を抜こうとしている。さあ、残り1分と40秒、レースが今コントライン。さあ、いいよ、ついた。兄弟対決、全員が前に出る。予選から残り1分は芯が一番速いです。前半早いのは、負けたくないからね。さあ、今日でキスマスドライバー、今年のスーパーエキスパートファイナリストだね。残り1分15秒。さあ、次こっからラストアタック来るかな。さあ、逃げる早く。まもなくチームエクスでタクマの後ろに行く。さあ、タクマとしても悔しい。さあ、早くも後ろからトップが来る。もちろん今年のスーパーエキスパートファイナリスト、ありがとう、タクマ。チンとハヤトの差が1秒。この時間帯チンが早い。さあ、最後は後ろまで来るかもしれない。後半に来てるチン。さあ、前半飛ばしたハヤト。残り時間40秒、クリナ。
この週そのから変わらず 1.0 秒、この2人16秒中盤で走行中。残り20秒に。さあ、今週もそろそろ言うか変わんないから、ちょっと遅いな。突破遅い。こんな走る。残り15秒。次の週がファイナルでしょう。レッドルの中継。新が3番手。さあ、いよいよトップグループ。ファイナルある、チーム最後。コンマ6秒差でファイナル。さあ、先頭はクリア。中村君よりはそこまでいかないでしょう。さあ、チーム最後アタック。続きよく、ちょっと距離かな、厳しいか。さあ、まもなくゴール。早さゴール、チームゴール。これで、ついシャットチームの皆さん、いいよっしゃ、チームのこの1周か、ハヤト。これと、そのまんま、スーモストックいくよ。はい、ストック、走っちゃダメだよ。もう今日はすぐ終わって。太陽が守る。